はい、皆さんこんにちは、鳥取キングダムです。今日も元気に差がつき合っていきましょうということで、本日は人権選手ランキングベスト10を発表していきたいと思います。それでは行きましょう。はい、ということで早速発表していきたいんですけども、まずはじめに人権選手ランキングですけども、基本的にはまあとにかくこの選手めちゃくちゃ強いよと、この選手持ってたらもうとにかく、この後安泰ですよという選手プラス、長生きするであろうという観点から選んでおりますので、1点突破の火力だったり、この選手単体めちゃくちゃ強いよっていう場合もあると思うんですけども、まあ基準として一番重要視したのは、まあ、長く前線で最前線で使っていけるかどうかというところを重視して、ベスト10選ばせていただきました。はい、ということでベスト10いきましょう。第10位から発表させていただきます。人権選手ランキング第10位はこの選手です。ジュゼッペ・グアルディオラ、スペイン。はい、ということでグアルディオラ選手が第10位という形になりました。はい、この選手ですね、比較的最近出たばかりの選手になります。周年前の選手のガチャということで引いてない方も多いかもしれませんが、このグアルディオラ選手ですね、特徴としては、2ポジション適正ですね、ディフェンスミッドフィルダー登録なんですけども、 OMF トップ下でも、活躍してくれるというところで、これだけのステータスですね、 S ステで、非常に高いステータスの中で、DMF と OMF 両方に赤適正ポジションを持っているということで、監督が変わっても、使うポジションが、非常に多く、使う可能性があるというところ、それからオフェンスキーマンを持っている、あとはエレガントタッチ、独走者、創造者という形で特徴をなんと4つも持っている、さらにはスキルは最強のロングシュート、フェイタルロングシュートを持っているということで、意外と嬉しいのがこの、ランク A のビートダウンパスですね。このパスもですね、この創造者を持ってるおかげで、発動も、しっかりとしてくれますしということで、もう初期の状態でかなり使い勝手がいい。で、ステータスもですね、シュート得点力もあって、チャンスメイクもできて、パスがあって、で、パスカットとマークも、一応2000オーバーはしているというところで、非常にいろんな場面で使っていくことができるグアルディオラだなというふうに考えております。ドリブルが低いんですけども、DMF というところにおいてはドリブルそこまで重要視されませんし、OMF というところでも、使い方によっては、守備的にしっかりと前線でボールを奪って、チャンスメイクをしていくという意味では、非常に、高い位置から守備もできるというところ、さらには自分で決定力もあるというところで、グアルディオラ、今後もですね、どんな監督になってもですね、適正ポジションも多いので、いろんな使い方ができて長生きするんじゃないかなというふうに思っております。はい、ということで10位がグアルディオラでした。続いて第9位です。ジェイミー・バーディー、イングランド。はい、ということでジェイミー・バーディーが第9位ということになりました。この選手比較的もうすでに、長く寿命がある選手ですね。結構長く活躍してくれてる選手です。現在でもジョーカーの中でもトップクラスに活躍してくれていて、うちでもですねサイドアタック戦術以外でもゴレアドールの、ジョーカーとして活躍してくれております。戦術別ガチャっていうのが来るたびにですね、各戦術で、ジョーカー出てくるんですが、今回の戦術別ガチャ、最近のものですね、例えばベンゼマでゴレアドールが出てきたりとか、しておりましたが、ああいったところを取ってない、オーナーさんからすると、ゴレアドール、バーディーが、どの戦術でも活躍してくれるということもあるんじゃないかなというふうに思います。で、僕自身もあそこは引いてませんので、バーディーがですね中央突破でもそうですし、今で言うとペレの後半からの、交代役としてポゼッションの、戦術でもバーディーが大活躍してくれていたりとかします。なので、実績ですね、実績とあとは、これから先もジョーカーっていうのは、かなり腐りにくい。特にですね、センターフォワードのもうバリバリのドリブルとシュートに振られた、こういった、ジョーカーですね、は本当に腐りにくい。あと精神力ですね。あとスピード。とにかく、長生きするジョーカーの、ポイントをすべて押さえているのがこのバーディーかなというふうに思っております。なので、インザーギーもそうですね、殿堂入りしたインザーギーも、もう1年以上、カウンターの
まあ、レギュラーというかね、交代要員として未だに前線でやっております。このバーディーもですね、もうすでに長くなりますが、これから先も当分はバーディーが、活躍してくれるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、まあ、最近あれですね、結構安くて 2000GB とかでも、回せて、しかも1名確定でバーディーも出るみたいなガチャありましたよね。あそこでゲットされている方もいるかもしれません。まあ、ただね、すべてが、そうなんですが、4周年前の、ガチャなんで、あれはまあ僕自身も回してませんし、スルーしてる方もいるかもしれません。はい、バーディーがもし、いる方はですね、ぜひ育ててみていただければ、かなり、チームの、勝ち点を変えてくれるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで第8位を発表していきます。第8位はこの選手です。ネイマール、バゼル。はい、はい、ということで第8位は現在行われている4周年のガチャからネイマールがランクインいたしました。まあ、非常に悩んだところではあるんですが、やはりですね、このネイマールかなりぶっ飛んでます。本当はですね、このネイマール適正ポジションが真ん中だったり、もう一つですね、あれば間違いなくランキングはもうちょっと上に行ったんですけども、現在、この画面に現れているネイマールは、左のウィングと左のミッドフィルダーになってますが、これはあのオフェンスバリエーションによってついているものですので、実際はネイマール左のミッドフィルダーしか、赤適性がありません。まあ、ここが唯一の、まあ、ネイマールの厳しいところで、監督が変わっていったりすると非常に使いにくくなったりする可能性がある。ただしですね、やはり腐りにくい特徴、レーン特徴ですね。左サイドのウィング、ミッドフィルダー、サイドバックをドリブル、パススピードをダイアップするというレーン特徴。このレーン特徴は何個でも重ね掛けすることができるので、今後も、この選手を持っておくことで、いろんな幅が広がるのかなというふうに思います。さらにはやはりですね、圧倒的なステータスに対して圧倒的なバフですね。ゴールベネラーということで、シュートドリブルがダイアップではなく特ダイアップなんですね。さらには、シュートドリブルパスにダイアップがかけられている。さらにはスキルの、発動率アップもシュートとトラップの特ダイアップということで、特徴が4つともですね、最高峰の、特徴が載っている。4つともですね、そもそも4つ乗ってるという時点ですごいんですけど、最高峰の、腐らない特徴が4つ乗っていて、1つも特徴が落ちてないっていうところ。さらにはスキルは現状このゲーム最強の、マーベラストラップがついている。でさらにはやはり初期で持っているマーベラストラップは発動率が高くなってますので、この最長の王も、すごく発動もするというところで考えても、いやー、このネイマールはですね、本当に強いですし、今後もですね、このネイマールが使える監督であれば、間違いなくこのネイマールが最高峰の選手、おそらく1年以上はそうなんじゃないかなというふうに思います。ただね、まあ、監督次第っていうところはありますね。左のウィングがまあ使えない監督、で左の、まあでもな、左のウィングが使えなくて、んー、まあそうですね、一番あり得るのが3センターフォワードに1トップ、もしくは3センターフォワードに2トップみたいな感じで、左のウィングも左のミッドフィルダーも使わない監督が来てしまった時にネイマールが一切使えなくなる。まあこれが、不安要素かなということはありますが、まあそうじゃない限りはネイマールは本当に強いかなというふうに思います。はい、ということで続いて第7位を発表させていただきます。第7位はこの選手です。フランス・ベッキンバウル、ジャーマニー。はい、ということでベッケンバウアーということになりました。いやー、まあね、やっぱこのサカツクといえばベッケンバウアーですよね。まあ、サカツク最強選手といえば、やっぱりベッケンバウアーとか、河本鬼重とかね、マルドラドとか、まあでもやっぱベッケンバウアーがすごい強いイメージがありますよね。あとクライフとか。っていうところで、ベッケンバウアー皇帝が、第7位ですね。もっと上位に行くかなというふうにも思われたんですが、やはりですね、現状特徴が4つ持ってたりとか、結構やばいのがいっぱいいるんですよね、こっから先。で、まあ、ここに入ってきたと。いうところになります。でベッケンバウアーのポイントで言うと、やはり一番特徴的なのがこのキャプテン特徴です。このスターズの皇帝ですね、これがですね、やっぱ超絶強力です。何かというと、センターフォワード左右のウィングの選手でカウンターの選手のシュートを特大アップなんですね。シュート特大アップ
ップを、いろんな選手にかける特徴はこのスターズの皇帝以外はありません。なのでこのスターズの皇帝は唯一無二ですね。このキャプテン、このキャプテンがいるだけでですね、そのチームの、フォワード陣たちのシュート力は大幅に上昇する。でおそらくその、フォワード陣は自ら、高いシュート数値を持っており、さらには自ら、まあ、ゴールベネラーだったりゴールハンターだったり、シュートにバフをかけていることが大半です。そこにさらに特大アップをかけられる、ということで、まあ、ボランチだったりセンターバックからかけられるということが非常に大きいかなというふうに思っております。はい。で、まあ、プラスドリブルとトラップも大アップするということで、まあ、ちょっともう文句のつけどころがないというか、もう最高のキャプテン特徴だと僕は思ってます。はい。でプラスベッケンバウアーボランチとセンターバックということで、まあ、これも非常に、使い勝手が良くて今後も長く使える、ものですね。やはり適正ポジションが2つ以上あるとですね、まあ長く使えますよね。監督が変わっても選手が増えても、じゃあベッケンバウアーボランチで使おうか、いやじゃあセンターバックで使おうか、うん、そういったこともできますし、であとはセンターバックが、ない監督はありませんし、ボランチがない監督っていうのを今のところ登場一度もしてませんので、そういう意味で言うとやっぱベッケンバウアー、しかもまあセンターバックもボランチも2人とか、まあセンターバックに関しては3人とかの可能性もありますし、ボランチも含めるとですね、監督によってはもう使えない監督はほぼゼロですね。センターバック、じゃあ例えば、2センターバックで、2つとも、例えばディフェンスリーダーとハードマーカーだった、そしたらフリーロール使えないじゃんってなるんですけど、そうなると多分、ボランチのところが空いてますので、そこにバウアーを持っていける。まあ唯一ですね、2センターバック1ボランチで3人とも全部、ディフェンスリーダーハードマーカー、ダイナモとかって決まってる場合ぐらいはベッケンバウアーは使えないですけど、まあほぼほぼそういうことは可能性として低いので、まあどっかしらで使えてくるベッケンバウアー、うん、でしかもキャプテン特徴を持ってるので、どんな監督が来てもその監督のキャプテン首相として、強く今後も長く長く使っていくことができるだろうというところですね。はい。まああとは、うん、まあもう何の問題もないですよね。もうステータスも抜群に高いですし、本当何よりもこの通適性ポジションにキャプテン特徴というところが、最強のカウンターの首相を、どれだけ長く務めてくれるんだろうと思うぐらい、このベッケンバウアーは最強かなというふうに思っております。はい。ということで続いて第6位の発表をさせていただきます。第6位はこの選手です。カクーネザルディ。はい。そして第6位がこちら、フィリップ・コクーです。もう何度も僕は動画で伝えてますけど、このコクー本当に強いです。はい。まず適正ポジション見てください。なんとゴールキーパー以外全部ついてるっていうね。なかなかこんな選手はいないですよというところで、まあただ赤適正で使うのが当然なんですけど、当然ですね、制限戦とかで数値を落とすときに使っていくこともできたりもしますし、何よりもですね、特徴に5つの牌を持っていてパス超で、5つの牌を持っている選手っていうのは基本的にはほとんどの場合がボランチです。で、ごく稀にセンターバックにいたり、まあでも稀って言っても現役で出てる選手で言ったらほぼ1人ですね。リリース当初はいたんですけど、まあそれの話は置いときましょうか。なのでこの5つの牌は当然ボランチである悟空は珍しくない風に見えるんですが、この悟空はですね、とにかくオフェンスも高いんですね。このですね、グラフを見ていただければわかるんですが、この悟空のグラフ、テクニカルがちょっと欠けてますけども、オフェンスズバ抜けてます、ディフェンスもズバ抜けてます、メンタルも抜群、フィジカルも抜群、いやもう穴がないんですよね、この悟空。まずドリブル数値見てください。抜群に高いですよね。普通にセンターフォワードレベル、先ほど紹介したバーディーと同じぐらいですね。バーディーより高いですね。はい。なのでドリブルも突破できるんですね。でシュート1377です。うん、1000オーバーしてるだけでもすごいです、ボランチで。はい。でパスぶっちぎりに高いですね。で守備見てください。守備、パスカットめちゃくちゃ高いです。タックルもしっかりと、高くて、2000
1400ぐらい、で十分です。で、まあ、マークがまあちょっと低いですけど、それでも1000オーバーしているというところで、で、このパフォーマンスがですね、まあ見てるとわかりますけど、点も取るんですよね。ボランチで使ってて、普通にシュート入ったりしますし、たまにドリブル突破しますし、で、しっかりとパスカットでボール奪えるし、で、タックルメインのディフェンスなので、しっかりとタックルで奪うこともできるというところで、で、後方の指揮官ついてるんで、めちゃくちゃ高いパスが特大アップしていて、で、さっきまあまあのディフェンス数値が大アップされてるんですよね。で、5つの牌なので、もう、前半も後半も延長戦も虚空が動きまくる。で、守備もできるし、攻撃もできるしっていうところで最高なんですよね。で、パスダイアップもついてますし、で、ショートパス、ロングパスの発動率が上がっていると。で、モルテンフィード。これも非常に強いですね。で、クォッシュパスカット。で、これ僕はタックルとマークつけてますけど、ホークアイがあるんで、ショートパスつけてもいいんですよね。っていうところで、まあ、2つなが、今後、ありますので、二つなで何がつくかによって、ここを変えてくることで、まあ、いろんなことができる。ドリブル積んでもできますし、シュート積んでもシュートも、打てますし、まあ、本当に大活躍、いろんなところで、活躍してくれるのが、この虚空ですね。で、この選手も本当になかなかこれだけの、パロメーターと、これだけのいろんなことができる、選手で、5つの牌っていうのは、そう簡単には出てこないと思うので、この選手も本当に長く使えるかなというふうに思っております。この選手はもう使ったらわかる。本当に強いです。はい。ということで、第5位を発表させていただきます。第5位はこの選手です。ヨハン・クライ、ネーデルランド。はい。ということで、第5位に来ました。クライフでございます。第5位なのと思う方もいるかもしれませんけども、はい、ヨハン・クライフが第5位という形です。この選手ももうぶっちぎりに強いです。はい、もうステータス見ていただければわかりますが、シュート、ドリブルがとんでもない、しかもパスも高いということで、まあオフェンスにおいてのすべての能力を兼ね備えている。さらには精神力もあって決定力もある。っていうところですね。もう本当に強いです。で、フィジカルも、プレイスタイルと限界突破では上がっておりませんが、基礎でもうスピードもパワーも、平均1500ぐらいあるというところで、もう非常に強いヨハン・クライフです。で、さらには特徴ですね。3つしかありませんが、キングオブオフェンスで、なんとオフェンス能力全部特大アップです。シュート特大アップ、ドリブル特大アップ、しかもこの2つの最高峰の数値に特大アップです。上昇数値で言うととんでもない数値が上昇します。で、パス特大アップ、もうえげつないですね、この、キングオブオフェンス。まあ、要はジョーカーみたいなもんですよね、最初から。ジョーカー登場で、やっぱ何が強いって、シュート特大アップ、パス特大アップ、ドリブル特大アップ、あとフィジカル特大アップっていうところが、やはりジョーカーの強みなんですけど、このクライフは最初からですね、特大アップがかかっていると。で、さらにハイスピードアローということで、その特大アップがかかっている最高峰の数値、シュートとドリブルに、もう一丁大アップがかかる。で、さらにはドリブルに重要なスピードのところに、ダイアップもかかるということで、3つしかない特徴なんですけども、それを補ってあまりあるぐらいのとんでもない特徴がついてると。で、さらにはマシンガンラッシュでシュート、ドリブルの発動率、これも特大アップなんですね。非常に強いですね、このヨハン・クライフ。で、特徴もう1個ついてたら本当の化け物だったなというふうに思いますが、まあまあこれぐらいに抑えてきたのかなというところではありますね。はい。で、あとスキルのターンドリブルも、これ本当に強いです。一定時間ドリブルが特大アップだけでも強いですけど、ディフェンダーのパスカットマーク、中ダウンですね。で、相手ディフェンダーの選手のスタミナ、ショーダウン。これも本当に最高峰のスキルですね。フェイクドリブルと、まあ、比べて、フェイクはやっぱりぶっ飛んでますけど、まあ、ほぼ変わらないぐらい、その下ぐらいですけど、まあ、ほぼ変わらないって言ってぐらい、このターンドリブル、発動とあと新モーション、ターンドリブル、専用のモーションが入っております。クライフターンが入っております。なんで、もう本当にこのスキルがめちゃくちゃ強いです。で、当然ですね、クライフ初期で持ってますので、発動率も軽くてバンバン発動すると、フライングダッチマンもバンバン発動するということで、まあ、本当に強いですね、このヨハン・クライフは。はい。で、この選手は、まあ、先ほどから言ってるような適正ポジションで言うと、センターフォワードのみなんですけども、まあ、それでもですね、ちょっと、ぶっちぎりの、能力値を持ってるな、というところで、だから、本当に個人の能力だけで、第5位まで入ったという感じです。スイカ買いに行く？スイカ買いに行く？わかった。待ってね。
はい、ということで第5位がヨハン・クライフでした。はい、ということで、まずこの辺でちょっと一回締めさせていただきたいかなというふうに思います。第10位から第5位まで発表させていただきました。あくまで鳥取キングダムの独断と偏見ですので、僕はこう思うとか、いやそれはもちろんありますので、ただ僕のチームと僕が使ってきた感じではこんな感じですという感じですね。1年前にも同じ人権選手ランキング出してますので、もし暇があれば見ていただければ、結構今でも使ってて、その殿堂入りしてる選手、とかが、入ってますので、まあそんなに間違ってないと自分自身は思っております。はい、ということで、続いてが第4位から第1位までの発表を後半戦という形で動画撮らせていただこうと思いますので、そちらもよろしくお願いいたします。あとですね、スーパーサンクス、ハートにドルマークのあのいいねのところにあるやつですね、早速ですね押していただいている方がいらっしゃいまして、本当に嬉しいです。多分皆さんが思ってる以上にめちゃくちゃ嬉しいんで、本当に入れていただけると動画作りの励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということでこの辺で動画終わりたいと思います。それではまた。